藤岡勝利氏は日本のイラストレーターキャラクターデザイナー。岡山県出身。男性。岡山県立岡山工業高等学校工業。デザイン科卒。東京にてデザイン事務所就職後、1987年にイラストレーターとして独立。1980年代後半よりテクノポリスなどのゲーム雑誌でイラストを担当。 1989年に発売された魔界投資佐賀のキャラクターデザインで人気を集め、続編、佐賀に秘宝伝説、時空の覇者佐賀さん、完結編でもキャラクターデザインパッケージイラストを担当。また、同社の半熟英雄でもキャラクターデザインを担当した。1992年末、角川書店で経営方針をめぐる対立から社員が一斉に退社し、 メディアワークスを設立するお家騒動が勃発。この影響で別のスタッフを集めて編集が継続されることになったマルカチファミコン、マルカチ PC エンジンの2種の表紙を急遽担当した。なお、マルカチスーパーファミコンで描いた看板キャラクターは後に妖怪バスタール化の大冒険のキャラクターとしても登場している。1996年有限会社ハニービー設立。 平和のパチンコ、お天気、スタジオネットのパチスロ、ポーカーゲームにおいて、キャラクターデザインを担当して、以後の商業活動は確認されておらず、ハニービーのサイトも現在は閉鎖されている。2001年にワンダー,アースワンカラーで、魔界投資サガがリメイクされた際は、板花敏幸が2009年に、ニンテンドー DS で、リメイクされた、サガに秘宝伝説及び2010年に、 リメイクされた時空の覇者佐賀さんでは小林元がそれぞれキャラクターデザイン等を担当している。現在は専門学校岡山情報ビジネス学院の CG デザイナーコースのコース長をしている。2021年現在はゲームクリエイター学科に在籍。ありがとうございます。